2人の遺体が見つかった湖では現在も鑑識作業が続けられています。昨日夕方山菜採りに来ていた男性から湖の底で車の屋根が見えると警察に110番通報が入りました。千葉県警が湖の底へ沈んでいた車を引き上げたところ、車内から若い男女とみられる2人の遺体が発見されました。車が見つかった湖のすぐ横には道があり、この道ですが以前は鬼神戸温泉へと続いていました。しかし30年前温泉があった村は湖の底へ沈んでおり、警察では2人が道路標識を見間違え湖へ転落した可能性もあるとみて調べを進めています。また車のナンバーから2人は千葉県市川市在住の30代男性と20代女性と見られています。2人ですが3ヶ月前から行方不明になっており、千葉県行徳署に家族から家出人捜索願いが出されていました。現場からは以上です。